こんばんは、レイトプロジェクトの滝沢健一です。2017年、最後の、ライブ配信となります。よろしくお願いいたします。はい、ではね、恒例のまず乾杯からいきたいと思います。さあ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 、皆さんビール用意してますか？ビール、はい、よいしょ。はい、さあ、本年も、1年間お疲れ様でした。乾杯。あ、うまい。オッケー。ではよいしょ、今日は、今シーズンじゃない、2017年最後の、ライブ配信となりますので、ゆるくいきたいと思います。もうね、一番最初に抽選会やっちゃいますね。今日はこのね、スノーボール FTWO のブラックデッキ152センチプレゼントとなりますね。抽選、今回ですね、お申し込み、人数ですね、約1800名、お申し込みいただきました。本当にありがとうございます。1800件ね、お申し込みいただけるってね、本当はね、目標は2000件だったんですけど、もう満足ですね。1800件って言ったらすごい数ですから、本当にありがとうございます。さあ、ではね、このブラックデッキ一体誰に当たるんでしょうかね。はい、で、この抽選会やってる間に、この後本当は座学やろうと思ったんですけど、今日ちょっとね、そんなに長くできないので、座学は一回なしにして質問タイムからね、行きたいと思っちゃうの思いましたので、抽選会の間に、質問したいなということが決まってた方は、ぜひ書き込みしてください。それに対してね、抽選会が終わった後に質問、の返答を、サクサクと、していきたいと思いますので、今日はね、ちょっと、年末ですから、ね、サクッときれいに締めて、約30分ぐらいで終わりたいと思います。この前に1時間半ぐらい途中でボンと切れちゃったんで、30分ぐらいに収めたいと思いますので、ぜひ、よろしくお願いいたします。さあ、ではもう今日ね、ここに準備してありますよ。これ当選番号、当選番号じゃない、お申し込み番号ね、バーっと準備してますから、よいしょ、早速やってみましょうか。よいしょ、じゃった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 、よいしょ。あ、これいただき物の日本酒、これ後で飲もうと思ってるんで、はい、さあ行きましょうか。よいしょ、どっから投げようかな、こっから投げようかな。さあ行きます。では、早速ですが、1800名の方の誰に当選するのか行ってみたいと思います。ダダンダダン、またこれが邪魔くさい、ちょっと待ってね。目の前にフラフラ、さあ行きます。ちょっと投げづらいな、ここ、ちょっと待ってね、カメラがあるとね、投げづらいんですよ。よいしょ、あ、ここですね、はい、行きます。3、2、1、当たった？大丈夫？はい、行きます。案の定。はい、行きます。せーの。さあ、2017年の締め、サクッと刺さるでしょうか。さあ、行け。あ、いたー。当たっす。すいません、ちょっと揺れましたね。はい。では、では。さあ、さあ、誰に当たったのでしょうか。今日電波大丈夫ですかね、電波大丈夫ですかね、発表する前に電波途切れたらね、この前ね、ちょうど抽選のやつギリギリライブに入ってなかったのかな、みたいなんで、今日はお伝えしたいと思います。今日はこちらの方。さあ、番号をね、ピックアップしていきたいと思います。よいしょ、じゃん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 、何かこうか、これ見えますかね。で、よいしょ、早速発表します。
頭からいきます。さあ2017年、最後の、抽選会、当選番号言います。スノーボードが当たったのは頭の文字が4、3、0、1、4、5、5、6、1、2番です。さあ読み上げます。4、3、0、1、4、5、5、6、1、2番の方が、ブラックデッキ当選となります。おめでとうございます。で今日はね、ちょっとお名前をね検索するのをやめちゃいました。ちょっとそっちの方を開くとこっち側のメッセージの質問コーナーが見れなくなっちゃうので、こちらの番号の方、後ほど、明日になるかな、明日今日中にしたいかな、メールしますので、ぜひ発送先のね、ご住所の方、返信お願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、では質問コーナー行きたいと思います。早速ですね、質問来てるかな、ちょっと早かったので、見ていきたいと思います。そんなに質問がないですね。はい、まずですね、お名前が新田さんかな、新田さん、新田さん、質問一つ目、はい、質問、このくらいまでは初心者、これくらいまでできたら中級者とか、ある程度の、指数みたいのがあれば、教えてください、というね、質問が来ています。正直ですね、これに、お答えしたいんですが、答えはないです。はい、指標はないのが、実際なところだと思います。何でかっていうと、例えばスノーボードも一応 Q とかはあるんですよね。バッチテストっていうのがあって、フリーランがどれぐらいできるのかっていうのはあるんですけど、それにはフリースタイル要素が含まれていなかったりだとか、逆に、フリースタイルばっかりやってる人の中でもターンがあんまり上手くなかったりとかいるんですよね。スノーボード自体がスノーボードってでかくくくっちゃうと、いろんな技術があるんですけど、さらにそこからジャンルが細かく分かれていって、例えば、カービングターンがあったり、グランドトリックがあったり、キッカーがあったり、ジブがあったり、ハーフパイプがあったり、その他にもいろいろありますよね、細かくね、でバーベキューパウダーがあったりとかってしてくるんですけども、その中でさらに細分化されちゃうところがあるので、スノーボードっていうのを全体で見た時の、くくりっていうのはなかなかそこは難しいかなと思いますよね。あとは特に地域にもよると思うんですよ。北海道で毎日滑れる、エリアの人たちの、行っている初心者っていうレベルと、逆に何ですかね、ほとんどもう雪のないような地域も、もう極端に言えば、なんですかね海外の雪のない地域に住んでる人が、リゾートのなんですかね、冬雪のあるところに旅行に行って、スキー・スノーボードやってますよっていう人たちの、感覚の初心者とか上級者っていうのもまた違ってきちゃうので、そこはそんなにくくらなくていいのかなと思います。なんで、僕がやってたのね、レイトプロジェクトで、やってました、この前まで配信してました SBN の、グランド、SBN フリーランの、グラトリ大百貫、中でも初級、中級、上級って分けてますけど、さらにその上の、グレードの技もいっぱいありますの で、まずその簡単な括りと初級は、ベーシックな、ね、本当基本的な基本のところで、誰でもまずはトライできますよっていうような技だと。で、中級っていうのはそれを応用したね、基本的な技だと。上級っていうのはやろうと思ってもすぐはできないよっていうようなトリックだったり、でさらにその上級のさらに上のグレードっていうのは、その上級のグレードも全てできた上で、さらに、なんですかね、もっともっとクリエイティブに自分なりの個性を出していく動きがあったりとかっていう風に、ね、分けたりとかしてますので、そのくくりがじゃあそれが正しいかっていうのも特にはないですから、そこはあまり深刻に考えないで、方がいいのかなと思いますね。はい、以上となります。はい、
では次の質問、はい、今日はね早もがちですよ、質問そんなに長くやらないですからね、はい、山添さん、ブーツですね、新品のブーツ、足の甲の痛みがあって、バインの、ね、足首をきつく締められません、ブーツが合うのか合わないのかと、いうことだと思うんですが、ブーツの新品の状態でまずちょっとこれはね、あの個人的なあの足の形がうんぬんとかもあるので、ちょっとライブ放送なので、まずね全体的な、ね、方に新しいブーツはどうなのかっていう質問なんですけども、新しいブーツを買った時に、まず鳴らさなくちゃいけないっていうのがあります、ねまあ、ちょっとね質問内容ちょっと、ね、あの皆さんにも分かりやすくしていくと、新品のブーツを買って、滑りに行った時に、足がどうしても痛くなっちゃいますよ、どうしたらいいですかっていうような、ね、質問なんですが、新品のブーツには足を鳴らす期間っていうのが絶対必要になってきます。特に新品のブーツ、今のブーツっていうのはインナーの素材っていうのがすごくあの成形されるインナーなんですよね。低温サーモインナーって呼ばれるやつだったりとか、サーモインナーっていうやつだったりとか、足の形に成形されるインナーなので、まずその形をね作っていくっていうのがまず必要になっていくので、手っ取り早いのはお店で熱成形、ね、熱処理をして自分の足型を取っちゃうっていうのがまず一つですよね。ただそれをやっちゃうとインナーの素材が一気にギュッと薄くなってしまうので、まあ、サーモンインナーだったんですよ、ディーラクトでサーモンインナーだったんですけど、それ以外のメーカーさんが出している低温サーモンインナーというやつだと、どうしてもそこがいきなりギュッと薄くなりすぎちゃって、滑走数の多い方はシーズン後半ね、結構薄いのが気になっちゃうから、焼かないっていう人も多いですね。僕も焼かないですね。焼かないで逆にあの吐き潰して足の形にしていくって派なんですけども、そういう方に関しては初日いきなり滑りに行くと大抵足痛くなっちゃうので、滑る前に家の中で、ブーツがっちりちゃんとね、滑る状態と同じぐらいしっかり締めた状態で、荷重をかけた状態をやっぱり何時間か、した状態で、自分の体温でブーツの中に、ね、こもった熱を利用して徐々に徐々にまず成形をある程度した上で滑りに行くっていうのが大事かなと思いますね。そうすると足の凹凸っていうところを拾ってくれて、その部分がある程度圧迫感がなくなってくるとあります。ただ低温サーモンインナーでもしそれでも足が痛かった場合は、買ったお店であの焼いてあのしっかり自分の足型を、取ってあげることで、それも改善していく、ものにもなりますので、そこを、ね、気をつけてもらったらいいかなと思います。あとは靴下の厚さでもだいぶ実は足の痛さって変わるんでね、靴下でパイル地って言ってタオルみたいな素材の靴下をしっかり履くこと、これをおすすめします。スノーボード用の靴下として売られているものそういうのが多いんですが、そのパイル地の靴下っていうのは肌に優しいんですよね。足の凹凸、足に対するブーツのこの摩擦とか当たりとかをそこのクッション、靴下のクッションが吸収してくれて足の痛みを軽減させるっていうものに靴下のその機能がもともとできてますので、靴下はねその厚さが保温性だけではなくクッション性っていうのもあるので、痛みの出やすい方は靴下の厚さを変えてあげる。これなんでかというと登山靴とかそうなんですよね。登山靴って夏登る人でも標高の高いところで長時間、標高の高いところではないな、長時間、登山する人っていうのは靴下が厚いやつで、そのパイル地のしっかりしたやつを履くっていうのが、ね、あります。でそれで足の痛みを軽減させて長時間履けますよっていうね、風に靴下の厚さを、山登山の時間、登山のなんですかね、工程というのを何時間、歩くのか登るのかっていうので靴下の厚さを決めたいとかしていきますね。その分も実はそうなんですよ。なので自分薄いのが好きなんだよね、厚いのが好きなんだよねってあるかもしれないんですが、もし足の痛みがある方はその厚めの靴下を履くことで痛みっていうのはだいぶ軽減されますので、ちょっと試してもらったらいいかなと思います。はい、はい、では、後藤さん、滑走後のボードはどこまで水気を取ればよいですか。僕はベースのパッドを外してディスクの周りまで拭きますが、バインディングを外して水気は極力きれいに拭き取る、べきですか。はい、滑った後の手入れ方法ですね、どんな質問かっていうと、滑走後に、雪がついて、まあ、板が濡れますよね、その濡れた状態をどこまできれいに拭き取ればいいですかっていうね、質問になってます。
これに関しては正直、ちゃんとしたバインディングメーカーさんのものを使っていれば、板のエッジを拭き取るだけで十分だと思います。なぜかっていうと、バインディング自体には錆びる素材って使ってないんですよね。なので、バインディングの金属の部分にもし水分がついてたとしてもそこは錆びないようにできてますから、特にそこをきれいに細かく拭き上げるっていうのは必要ないと思います。実際僕はやったことはないです、そこまで、はい、板の、エッジとかね拭き取るぐらいで、さらに今ちょうど今出してこれテーブル側にしちゃってる板のソールカバーなんですけど、これがニット、昔はネオプレーンって言ってウェットスーツの素材のソールカバーを使ってたんですよね。それは水を吸わないソールカバーだったので中に水が溜まっちゃうからエッジが錆びやすかったしてたんですけども、今はこのニット素材の、水を吸い取るソールカバーが、を使ってますので、それを使うと、もともとそれに水分が吸い取られますからエッジがほとんど錆びない、エッジが錆びづらいので、人工雪じゃなくて天然雪の時は全く拭き取ってないですね。そのままこのケースに入れて乾燥させるだけっていう状況で、僕はやっています。それで十分かなと思います。バインディングは特に、気にする必要はないのかと思いますので、滑り終わった後、水分はまずエッジ周りはしっかり、水分を取って、乾燥させましょう。拭き取るまではいかなくていいと思うので、しっかり乾燥させるっていうことをね、気をつけてもらえればいいかと思います。はい、はい、次です。さあ来てるかな、そんなに来てないかな今日は。はい、たたた、バインのアングルの決め方をどうやってますか。スタンスですね、はい、スタンスの角度の決め方は、どうしたらいいのか、っていうね、質問なんですが、スタンスは個人個人別々です。正直、まず例えばやりたい種目によって変わります、ね。もう極端に言えば、スピード競技の、足先がちょっと進行方向に向いている取り付け方と、例えば、僕とかみたいにオールラウンドで滑るダックスタンスでだいたい9度から15度くらいかな前後で振る、ダックスタンスやり方、あとはグランドトリックで極端な方だと、最近多いのはこの6度6度とかほとんど足が平行になってくる取り付け方っていうのがあるので、どれが正しいっていうものでもないですから、まずはやりたい競技種目っていうのがに適した、スタンスの取り付け方っていうのがありますよね。でそれプラスアルファ、スタンスの角度は正直個人個人の体の股関節の、柔らかさだったりだとか、骨格のねその作りによって体がどういうふうに動きやすいかっていうのが、スタンスの角度で決まりますので、個人個人バラバラです、ね。なので、絶対このスタンスにしたらその技がやりやすいっていうふうにもならないんですよね。その相性がどうしても出てくるので、ただそうやっちゃうと、そう言ってるとじゃあ角度何度にしていいか分かんないよっていうのになってしまうので、おすすめの、見つけ方としてはまず、こういう滑りがしたいっていうのを自分が決めたら、その、ね、こう真似したいライダーって言いますよね。このプロの人自分にの体格になるべく合ってるライダーさんで、自分のやりたい滑りをしているライダーさんの、角度を見つける、ね、角度を調べて、その人が何度の角度でどの幅でつけてるのかなっていうのをまず調べてあげて、してあげてください。でまずはそれで試してみる。で試して合うか合わないかはやってみないと分かんないですね。やってみないと分かんない、まずはそれで試してみる。で滑ってみて合うか合わないかをまず見つけてください。ただこのスタンスも絶対慣れが必要です。例えばねこっち向きでギュッとずっと滑ってた人がいきなりダックスタンスにして滑りやすくなるわけがないんですよね。なのである程度その角度に調整したとしても慣れるまでしばらく時間がかかりますので、それで滑り込まないと実際それが合ってるか合ってないかっていうのは分からないっていうのが、ね、正直答えです。なのでまずは真似をする。でそれを試してつけてあげる、ね、まず真似したいライダーさんを見つける。でその人の角度につけて試してみる。で試してみるだけじゃなくて慣れるまで頑張ってみる。でそれでも違和感があったらまた次のステップに進んで、ちょっと違う他のライダーさんのやつを試してみてください。ただこれよくねリフト1本ごとに細かく変える人っているんですよ ね。それでも自分がある程度技術があったりだとか、そのこれ滑りやすくなったなって分かる技術レベルの人だったらいいんですけど、まだそこまでいってない、レベルの人がこれでいいのかなあれでいいのかなっていうのをリフト1本ごとでやっても、さっき言った慣れないので
慣れるまでに時間が必要なので毎回滑りづらいだけになってしまいますから、ある程度固定してくださいね。ある程度これだっていうのを信じてそれで滑り込むようにする。でそうすると、それが、実際慣れてるものっていうのは一番滑りやすくなってきますから、極端に、ね、合わない場合は足が痛くなったりとかしますので、それで微調整は必要ですけども、それでもしいろんな技がやりやすくなればそれはそれでいいと思います。ね、ただ全てがやりやすいっていうのはないですからね、スタンスにおいて、ね、全てがやりやすい角度っていうのはないので、何かのジャンルに特化した角度っていうのを見つけてあげる必要が出てきますから、まずはジャンルを決めてあげるようにしてあげましょう。はい、以上となります。ボード比較的板が硬いんですが、グラトに適していますかっていう質問です。はい、まあですね、どんな質問かというと、ロッカーボードで硬めの板なんですが、グランドトリックはやりやすいですかっていう質問になってます。これはね、僕が、レッスンをやっている経験上で、お答えします。ロッカーボードは、グラトリがやりづらいです。はい、なんでかっていうと、ロッカーボードはノーズテールが結局こう反り上がってますよね。なので何かいい反るものないかな、反るもの、反るもの、何も今日は特に用意していないので、なんかないかな、紙じゃ分かりづらいんですけど、ちょっと紙を折って説明しますかね。はい、まずロッカーボードって極端に言うとこういう板ですよね。こういう板ね、極端に言うとこういう板なんで、プレスとかノーリーとか弾くときにこういう動きしますよね。こういう動きをしたときにこう乗っても止まる場所がないですよね。引っかかる場所が、引っかかる場所がないので、そのままツルンって抜けて転びやすい、まあ、転びやすいと安定感がないんですよね。じゃあキャンバーの板はどうかというと、こういう板ですね。こういってこう乗ったときにここで止まりますよね。でもこっちが浮かないけど、ここを無理やりグッと反らす技術があれば、ここで止めといてここは反りつつ跳ねるってことができるようになる。でダブルキャンバーはこうね、ダブルキャンバーっていうのは真ん中はすごく柔らかくロッカーのように使えて、ノーズテールが下がったようにそこの部分でトントンと止まってくれるんですね。こっちの方にこっちの方に乗ってプレスをしたりだとか、ノーリーオーリーを弾きに行った時にドンとここで止まってくれる。そこから弾けたりだとかプレスのまま進んだりとかできるようになるんですよね。ロッカーボードっていうのはそもそもこういう形ですから、こっちに乗った時にそのまんまどこまでも行っちゃうんですよ。コローンとね、コローンとね。なので技術的に足の裏でしっかり踏める人だったら、グラトリもある程度できるんですが、上達するっていう上ではちょっと難しいかなっていうのがありますね。結構レッスン中でも、プレスを教えていると後ろにそのままツルンって抜けて転ぶ人が非常に多いのがロッカーボードの特徴です。で、だいたいそういう転び方をしている人に板見せてってチェックすると、ロッカーボードのことが多いので、まあ、やりやすいかやりづらいかと聞かれたら、僕はやりづらい派という答えになります。はい、はい、続きます。今日質問多いですね、ちょっと、ある程度打ち切りますからね。はい、ちょっとサクッといけるやつです。はい、滑り終わった後にブーツが濡れちゃうんですが、手袋やブーツが濡れちゃうんですが、乾燥剤を入れたりしますが、お手入れはどうすれば一番良いでしょうか。はい、一番良い方法、これはね、場所によって違うと思うんですよ。場所っていうかね、ブーツやグローブのお手入れ、ブーツやグローブが濡れた時に、どういう風に乾燥させたらいいのかっていうね、質問なんですけども、これは、環境によってちょっと変わると思います。例えば自宅に僕みたいにこうやって乾燥室、ここに全部ぶら下げて乾燥できるようにしてあるんですが、っていう場合はここにね、サーキュレーターが実はあるんですよ。サーキュレーターここを回すと見えますかね、揺れ始めた。はい、扇風機を直接風でブワーって当ててるんですよね。なので一晩でどんだけ濡れても大体乾きます。なのでこれが最強、実際は。で最近だと電気屋さん、量販店でいいので行ったらサーキュレーターコーナーって結構あるので、そこで、乾燥用のサーキュレーターでガッチリ乾かしちゃうっていうのが、いいと思います。で、あとはもうブーツとかグローブ専用の、やつも売ってますから、もうなんですかね、穴にぶっ込めるやつ、こういう穴にホースを、これホースだったらホースをズボッてぶっ込んで入れちゃって、
そこに直接風をブワーって、ね、入れ込むっていうねやつも売ってるので、それはね使ったことないですけど、すごく乾くと思います。乾燥剤よりは全然乾きますよね、確実にね、うん、であと旅行先、まあありますよね、1泊2日で行ったりとかした時は、こんなのサーキュレーターなんて持っていけないですから、一回止めますよ、具材にサーキュレーターなんて持っていけないですから、乾燥剤を、使う必要があるのかなと思いますね。であと絶対ブーツに関して、ブーツとかあのグローブはねあれですけど、絶対インナー出してください。これねインナーを出して乾かす、これね2つ構造になってますから、2つのね、はい、2層構造になってますので、絶対これは外して、乾かすしてあげてください。でやっちゃいけないこともあります。乾かしたいからといって熱をかけるのは NG です、ね、ストーブの前にドン置いたりだとか、ヒーターの前にドンって置いたりだとかね、して熱をかけて乾かそうと、強引に乾かそうとしてしまうと、あのブーツはひとまずあの低温サーモインナーとかサーモインナーっていう、素材を今のブーツは使ってますから、熱がかかるとインナーの素材が膨らんじゃうんですよね。膨らんでしまうと次の日足を入れたらすごいブーツがきつく感じる、ね、で足が痛くなってしまうってことがありますので、基本的にはあの熱をかけないようにしてあげてください。なんでまあ扇風機、ね、サーキュレーターが一番いいのかなと思いますね、はい、なんで僕はねサーキュレーター使ってますから、ぜひね試してみてもらったらいいかなと思います、はい、そう、TNT の来季の、ね、デザインは、ね、まだ秘密です、はい、これはいいまだ秘密です、タッキーさんに激似の人がサイマス記事にいます、はい、ありがとうございます誰かは分からないですけどありがとうございます、はい、激似なんですね、顔も似てるのかな、服装だけじゃなくて、はい、あー藤井さんの、あ、これ面白いですね、キャンバーが、ね、下がって、ね、反発が弱っていたを、復活させる方法ってありますか、まずね、あのどんな質問かっていうと、キャンバーの板がへたってきて、こうですね、キャンバーの板がへたってきて、このアーチがスーッと弱くなってしまうとね、反発が弱くなるんですね。でこの反発が弱くなった板を復活させる方法はありますかっていうことなんですが、物理的にはないです、正直。あのなんでかっていうと、中の素材が木なんですよね。木の繊維がほぐれてしまって柔らかくなっちゃって反発がなくなってるんですね。このへたってきた状態って、このキャンバーのアーチが下がることもあるんですけど、もうへたってるところは中の木の素材の繊維がもうほぐれてしまって反発がね弱くなってしまっているので、それを復活させる方法はね正直ないです。ただある程度反発を感じるように踏み込む、ことはできるようになります。それは何を使うかって言ったらパウカントですね。パウカントって何かっていうと、僕もバインディングを使っているんですけど、カントプレート、これ見えますかね、カント角度がついてですね、薄い方と厚い方があると思うんですけど、これをバインディングの下に入れます。厚い方を外側にしてバインディングをポンと乗せて板に取り付けると角度が、そうね、角度が金具自体がこうやって内側にこう極端に倒れるんですよね。極端に倒れるので、ぐっと踏みに行った時にノーズテールが、をより踏み込めるようになりますから、反発が強くなります、はい、実際僕も つけてる時とつけてない時試すと反発を、強く感じることができますので、どうしても板がへたってしまって、もう少し反発が欲しいなっていう人はカント機能、例えばこのパウカントを入れたりだとか、カント機能のあるバインディングを試したりとかね、してみると良いかと思います。はい、最近の雪がやばいです、やばいですが、キャンバーでパウダーを滑るとき足を上げると後ろ足が沈みやすくパウダーに乗りやすいです。はい、キャンバーボードで、パウダーを滑るコツってありますかっていうね、質問ですね。山本さんの中ですね、はい、要約すると、はい、パウダーをね滑るコツあります、これはあのー、
いろいろな技術のレベルによって正直変わっちゃうので、絶対これが当てはまるっていうわけではないんですが、あの技術レベルの高い人はキャンバーでもあのパウダーってそんなに問題なく滑れるんです。疲れますけどね、後ろ足疲れますけど、全然ノーズ埋まらずに滑ることができます。でそれをどういう風にイメージしたらいいかっていうと、グランドトリックやってる人はね、実は結構イメージしやすいです。グランドトリックでテールプレスができる人、ね、テールプレスができる人は下半身はテールプレス、ね、後ろ足の膝を曲げて前足は伸ばしに行く、そして体の重心ね、溝落ちを後ろ足の方に乗せに行く。でもそうしちゃうとノーズが浮いてしまって後ろ足だけで立つことになってしまうので、滑りづらいですから、そこから上半身をグッとかぶせるんですよ。ノーズがいいね、下半身はテールプレスだけども上半身はグッとかぶせていってノーズが浮かない姿勢にしてあげる。でそうすると、パウダーでも、しっかりと滑れるようになってきます。まあ、これはちょっと、ね、口で説明するのはなかなか難しいんですが、ただ単に後ろに乗せても実はね、パウダーって滑れないでしょ。みんな勘違いしちゃって、これね、板がこうなればパウダーって滑りやすいと思ってる人多いんですよね。これ軸だとしたらこうやってこうなってるやつがこうなれば滑りやすいと思ってる人結構多いんですが、こうなっちゃうとこう滑ってきますから、こう滑ってくるときにこれ雪の壁が、雪があったらここにずっと抵抗があるんですよ。壁がある状態、ね、どうなるかっていうとずーっとね、ノーズは沈まないけどこれ圧力強すぎちゃって減速するんですよね。減速してしまうとスピードが遅くなるイコール浮く力、ね、こうやってこの力で浮きますから、スピードがあるからこういう風に上に行こうとするんで、それがなくなる。減速するとより浮かなくなってきて圧力が強くなって沈んでしまう風になりますね。軸は倒しちゃダメです。板はこうしつつも軸はかぶせるんですよ。軸はかぶせて板は雪面にぐっとノーズをこの際まで落としていく、ね、上半軸を2つ、こういう状態、こういう状態にして後ろ足方向に乗ってるんだけど上半身は前にかぶせに行くようにしてあげます。そうすると、はい、ボンってパウダーがついたらこうなります。こっち側に圧がないんで、ね、こうなります。ただこれは前の方に乗ってるので圧力が弱くなってきたらスーッと板が倒れていきます。で板が走ってくる。でスピードが出てまた生まれそうになったらグーッと、ね、圧が強くなったらこうなってノーズが常に浮いた状態でも軸はそんなにブレてない状態なんですよね。わかりますこれ、この動き、ね、そうするとコントロールもできるしノーズも浮くしっていう風に滑りやすくなってきますので、ちょっとねそういう滑りが必要かなと思います。だからこれはねパウダーでいきなりやってもできる技術ではないので、普段滑るときからこの姿勢っていうのはね意識してもらったらいいかなと思います。はいはい、冷凍の B に販売してほしいです。はい、そのうち考えます。要望ありがとうございます。そろそろ打ち切ります。リバーサイの長さを保つ秘訣は、山添さんの質問でね、リバースターンの、長さを、保つ秘訣はっていう、ことなんですけども、まずですね、前回もねリバースターンのやつやったんですが、リバースターンを長く保つ秘訣っていうのはあくまでもターンであることを意識してあげてください。ターンからターン、ね、ターンからターンに結びつくからそのまましっかりとターン。で山添さん書いてるのはこれ直角行からのリバースターンって書いてるんですね。なのでおかしなこと言うんですね。直角行したところからリバースターンすると板はこっちに行こうとしてるんでただのブレーキになってるんですよね。わかりますこれ、ね、直角行したところからリバースターンで板を横にするとこれただのサイドスリップになっちゃうんですよね。なのであくまでもこういう風に S 字を書いたところに板を回していって回していくリバースターンをしていくね、そうするとこのターンの流れの中でやっていけますから、そのターンのイメージが大きいターンをもともと描いてれば大きいリバースターンになりますし、ちっちゃい弧を描いてればちっちゃいリバースターンになっていきますので、直角弧から入るんではなくてあくまでもターンからターンのつなぎでリバースターンをやるように、ね、意識してみると、いいと思います。はい、あとヒールリバースが全く分かれませんっていうのは、今はちょっと一言で言えることではないので、また今度ね山添さんの時に北海道来ますから北海道来た時に、ね、レッスンで、ぜひ、聞いてください。はい、グラ
オトリックを、ね、始めて、2年目ですが、グラトリをする上で、基礎で大事なことを教えてください。はい、これすごく重要です。体の軸を使えるようになってください。はい、体の軸を使うための練習はプレスです、ね、ノーズプレス、テールプレス、まあ、そこから横にしたね、バックノーズプレスだとかバックテールプレス、フロントノーズ、フロントテールっていうね、プレスをしっかりやって体の軸がまっすぐのまま板をプレスできるようになってください。こういう風にね、こうじゃないですよ、体を斜めにしてプレスじゃなくて体をまっすぐのままプレスできるようになる。そうするとオーリーした時も体の軸がまっすぐのまま飛べる、ね、飛べる。そうするとまっすぐのまま飛んで回れば軸がまっすぐなので板を真横に真っ平らに回して簡単に回る、できるようになりますね。プレスの段階で体を斜めにしてしまうと板をジャンプしてもドヤンって斜めの状態で、こういうジャンプになる。シーソーってパタン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 、こういうジャンプになるので、この状態でスピンをかけるとこうなりますから、スピンこうなりますので、すごく回りづらい状態になりますから、上達しづらくなりますので、まずはプレスで軸をまっすぐ使えるように練習してください。これが一番大切な基礎になります。はい、レイトキャンプのレッスンでもまずはプレスのしっかり軸を使うことをね、最初にですね必ず教えるようにしていきますので、絶対それをねやっていった方がいいかなと思います。はい、吉田さんの、水上行ってきます、おすすめのワックスありますか。すいません、水上がどっか分かんないので、おすすめのワックスが正直分かんないです。ワックスは気温によって変わりますから、気温を調べてもらってそれに合う、ね、ワックスを選んでみるといいと思います。はい、水上ってどこなんですかね、ちょっと分かんないですね。はいはいはい、ちょっとここで締め切ろうかな、多いので。はい、そろそろいい時間になってきましたから、ちょっとね、ここでゆずしを飲みたいと思います。いただきものの、山本工学の、ね、西田君からいただいた、日本酒になります。はい、これをね一口飲みたかったんです。さあさあさあ、ゆずの日本酒ですね。改めて乾杯。うん、すんごいいい香り。うん、美味しい。これうまっ。梅の宿ゆず、はい、奈良県のお酒ですね。梅の宿酒造さん、酒造さんの、はい、これゆず酒、美味しいです。最近はね、こうやってねお酒のいただき物が多いので嬉しいですね。僕はこうやってねお酒飲みながらいつもやってるので、いろいろお酒のね、なんか差し入れが届きますので本当にありがとうございます。いただきます。はい、ということで、ロックっていうか、あの、はい、氷も入ってない、そのまま直ですね。はい、あ、炭酸割りも美味しいんですね。いいですね。日本酒を炭酸で割るってすごいですね。日本酒を炭酸で割るんですね。美味しい。そうかそうかそうか。あ、群馬県なんですね、水上ってね。そうですね、ちょっとね、水上、群馬県がどのぐらいの今気温なのかはちょっとわからないので、基本的には雪温、ね、あの気温じゃないですよ、気温じゃなくて雪温です。雪の温度でワックスの、温度帯が変わるので、それに合わせて選んでみたらいいかなと思いますね。まあ、基本的には結構わかりやすいのがこういうね、 3種類で出てるんで、雪の温度が0度から10度、これも溶け始めの雪ですね。で、これバイオレット、これ大体普通に使う、マイナス4度からプラス3度で、ブルー、マイナス12度からマイナス3度みたいな感じで、雪の温度で、変わってきますので、雪の温度っていうかね、あの、そうですね、あのちゃんと、ね、雪の温度を測るやつが売ってるんですけど、それで測ってあげるとちょうどいいんですが、まあ大体あとは経験になってきますよね。このぐらいの気温とで雪はどのぐらいなのか、あとは太陽が出てるか出てないのか、風があるのかないのかみたいなね、感じで、あと標高上になったら、あの、気温下がりますから、で標高が下になったら、あの、気温が上がってきますので、その山の標高差がどのぐらいあるのかによって、自分が滑るメインで滑りたい場所にの、あの、標高に合わせてワックスを選ぶみたいな、感じになってきます。
マニアックですね。はい、こんな感じでしょうね。はい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 。じゃあね、この3つだけ、この3つだけ、ヒールターンのコツ、天野さんのヒールターンのコツと、村上さんのアンディのコツ、この2つですね。あと山本さんの、レイトの、まあ、レイトのなんとかってやつ、この3つだけお答えしたいと思います。まずね、ヒールターンのコツなんですが、ヒールエッジでターンをする時のコツっていうのは、あのトゥーエッジに比べてやっぱり難しいところありますよね。なんでかっていうと、これ足だと思ってくださいね。これつま先側を踏みに行くと、つま先側のターンってこうですよね。こういう風です。なので膝、足首、指って使えるんですよ。関節多いですよ、いっぱい関節が多いので、その部分で微調整ができるようになっています。なのでエッジを抜こうと思ったら、足首の力抜いてペトンってやったら、膝を入れてもエッジをかけないようにできたりとか、そこで足首をグッと踏みに行ったら、ね、膝の角度変わらなくてもつま先だけ立ちに行ったり、細かい動きってできますよ。なので結構中側っていろんな動きが対応できる。ヒール側っていうのはこうなって、かかと、膝からかかとにいきなりドーンなんで、足首をこう上げるぐらいしかできない、これで調整するぐらいしかできないので、結構難しくなってくるので、上半身の使い方が非常に、重要に、なってきますね。上半身をしっかりと、まずは、なるべく起こしていくっていう、なんていうんですかね、リーンアウトっていうんですけど、板があってこう倒れていって膝がこう入っても、ここで体の軸をしっかりこう一緒にこう倒すんじゃなくて、この角度に合わせていく、ね、そうすることでしっかりとエッジが入っていく。ここからこっちに折れちゃうんです、ね、ここまで行っちゃうと板、膝、あ、これ腰ね、腰の角度で、腰からこっちに折れちゃうと、ただ単にグーッと、ね、折れてるだけになっちゃって力逃げちゃうので、この位置、この位置を保っていく、ね、もうちょいこうかな、もうちょいこうなんですよ。板の角度がこうで、膝がこう入って軸がこう、で板のまっすぐのところに、ここに軸を作っていくように意識してるね。でさらに上手くなってくると、ここからギューッと倒して板も倒れてみたいな感じになるんですけど、上半身の位置っていうのをいろいろ試してみてください。それによってエッジがずれるずれないとか、ターンのキレが良くなるよ悪くなるっていうのが、分かってくるので、その絶妙な位置を、ね、見つけてあげるっていうのがポイントかなと。あとは膝が使えてるかどうかですね。膝が、ね、しっかり後ろ足の膝を入れるように膝を入れるっていうのはですね、後ろ足の膝を曲げながら内側に入れていくんですね。ちゃんと親指の付け根のところにギューッと、これ足足親指の付け根のところにギューッとしっかりと荷重がかかるように後ろ足のね膝を入れていけるかどうかによって上半身の使い方も実は変わってきてしまうので、それが例えばダックスタンスでついていて膝がガニ股にガッと開いていたら、腰ってもともと入んないですよね。腰もともと入んないんで、お尻で滑るしかなくなってしまうので、それは根本的に膝の使い方から練習しなくちゃいけなくなってきてしまうかなと思いますから、まあ、それによってもね、体の上半身の軸っていうのは、その膝の場合でも、その膝が使える使えないによっても、その軸によってまたターンが変わってくるので、上半身の、ね、位置をちょっと意識しながらやっていってくれて、ターンに関しては正直すごい細かいんですよね。ここをやったら全部が改善されるっていうのはないので、全部が連動なので、膝、腰、上半身、肩、目線、まあ、視線ですね、っていう風に全部が連動していって一つのターンになってくるので、一つを良くしたら一つが悪くなることもあるんで、なので、これは結構やり込みでいきながら微調整していって、見つけていくっていうのがね、非常に大切かなと思います。はい、まずはね、急斜面滑ってください。急斜面でスピードが出る場所でしっかりとターンの練習をしてあげると、自分がちゃんとエッジに乗れてるかどうかっていうのが分かりやすいので、緩い斜面だとごまかし効きますから、うまくならないですからね。緩い斜面を本当自分に厳しくターンしていかないとうまくならないので、急斜面でしっかりとエッジをずらさずに滑れるように練習していくと、おのずと自分がちゃんと乗れてるか乗れてないかっていうのは判断できるようになってくるので、そういうところで練習するといいかなと思います。はいはい、で、アンディのコツです。はい、アンディのコツは、グラトリ大百科見てくださいって言ったよね元も子もないですけど、アンディのコツっていうのは基本的には技をちゃんと分解して考えてあげるようにしてあげてください。まず入りはピボットから入るようになりますよね。ピボットから入っていって、
前足軸から後ろ足軸に乗せ替えるで、後ろ足軸で乗せ替えて、そこからパーンと、ね、弾いてスイッチのバックサイドのレギュラーから入った場合ね、メインスタンスから入った場合はスイッチのバックサイドの3を回していくっていう風になりますけども、もっともっと細かく分解していって分かりやすくしていくと、何を練習しなくちゃいけないかって言ったら、まずピボットの180、ね、パターンとすぐ板返せるように、どんな状況でね、なる必要がまずあります。ピボットが、ね、軽くできなかったら、意味がないの でそこから、はい、今度はオーリー、ね、オーリー、ね、オーリーのフロントサイドの3回せるようになってあげてください。オーリーのフロントサイドの3が回せるようになったら、実はその回しのイメージがつけばアンディの3って結構回しやすいですね。ピボットの前足から後ろ足にポンと乗せ替えたときに、そこからオーリーの弾きの、ね、下半身の使い方、上半身の使い方っていうので弾けるようになってきますので、いきなりアンディでそこで弾こう弾こうって練習しても、なかなかうまくなりませんから、ピボットからオーリー3をやるようなイメージが必要になってくるので、まず単体のオーリー3を練習してみる。そうするとピボットの1の惰性でフロントのオーリー3をかけると、自然とくるんとね、返ってくるようになってきます。そこからはアンディの3、本当はスイッチ のオーリーの3だとレギュラー着地ですけど、ピボットが入ってそこの回転力の惰性がつきますので、そこからオーリー3を弾けば勝手にくるんと回っていって、スイッチ着地まで持っていけるようになってきますの でまずはその2つをしっかり練習する。でそのつなぎを大切にしてあげて、前足軸から後ろ足軸にしっかり乗せれるように、ね、ピボットで前足軸で入っていってオーリーをかけるときに後ろ足軸にしっかり乗せれるかどうかっていうのがポイントになりますが、そこを、ね、重点的に練習してあげると、うまくなっていくかなと思います。はい、はい、最後です。最後は、最近レイトの洋服やシールを貼ったりして着てる人が多くなりました。レイトオリジナルのアイテムがありますか。レイトオリジナルの合図はありますか。レイト好きの合図、多分ね、もうそのレイトのアパレル着てる、レイトのステッカー貼ってるっていう時点で、レイトプロジェクトってのはまだまだなんだかんだでマニアックですから、マニアックですから、このレイトのアパレル着てる時点でもういい合図になって、レイト好きしか着てないと思います。なのでレイト好きじゃない人が着るってことはまずないですから、レイト好きの人しか買えないですね、まあ、店頭で売ってないので。なので、まずそれがもう一つ、合図だと思いますので、レイト見てるんですかとぜひ声かけてあげてください、はい、よろしくお願いします。はい、という形で、そんな感じですね、そんな感じですね。はい、もう惑星なんか盛り上がってますね。惑星盛り上がって、まあ、あとはね、惑星は硬いの塗っといてください。なんだかんだ前も話したと思うんですけど、硬いの塗っとくと対応力が広いです。硬いの塗っておいて全く滑んないってことはないですから、逆に柔らかいの塗っちゃうと、ずっと気温が高いとこ滑ってる人は別ですけどね、気温差の大きいところ何度かはなるか分かんないなだとか、ここって極寒になることもあるし、すごいポカポカになってしゃばることもあるなみたいなゲレンデ行く人はピンク塗っと、柔らかいの塗っておくと寒い時走れないですから、ね、寒い時ワックス入れてない人よりも走れなくなってしまうので、保険で塗っとくのは硬いやつ、ね、硬いの塗っておけばまず寒い時は走りますよね。寒い時は走るし、しゃばってもね、ある程度は走るんですよ。ピンクよりは走んないですよ。ピンクよりは走んないけども、塗ってない人よりは走んないってことはないですからね、なので保険として、入れとくのは硬いの入れておけば、ある程度のところで走るし、あとはワックス自体も長持ちするし、板の保護にもなりますので、硬いのね、保険として塗っておけば、ね、ある程度いいかなと思います。はい、はい、こんな感じでね、今日もなんだかんだいい時間じゃないのかな。ちょっとなんか時計が出てないですよ、これ当てた。もうほらなんだかんだもう50分話してもう30分で今日は切り上げようと思ってますが、うん、なので、ありがとうございます、ね、今年も2017年、皆さんに、ね、お付き合いいただきまして、楽しく、やらせていただきました。2018年も、ね、レイトプロジェクトに盛り上げていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします、ね、この2017年はね、レイトプロジェクトに、ね、ボリューム3の DVD が出たりだとか、
ね、昨日発売でムービーフェスの、ね、DVD が出たりとか、ね、ありました。あとは虎の巻の3かな、レイトキャンプ虎の巻の、2の、リバイバル版ね、リメイク版も、今年、発売となりまして、DVD は3本、今年出させていただきました。で、まあ、YouTube もちろん、Facebook もちろんで、今年は Instagram に力を入れて、活動しています、ね、今シーズンはね、Instagram もすごく盛り上がってきておりますので、Instagram の方も、今力を入れて、ね、その3本柱で、頑張っていますね。はい、まあ、個人的なニュースで言えば、今年はね、FTWO から、シグネーチャーモデルを出させていただきまして、滝沢健一モデルの板を、発売させていただきまして、知ってる方は知ってると思うんですが、いろいろトラブルがありながら、ね、はい、ここはね、もう突っ込まなくていいですかね、はい、いろいろ、ね、トラブルがありながら、今年もこれをね、出させていただきまして、思い出の板も、できましたのでね、まあ、なんだかんだでいい年だったかな。ただね、もう何がともあれも、次女が、僕はね、個人的にはね、生まれましたので、公私ともに、すごく充実した、1年に、なりました。これもね、皆さんね、支えてくれて、応援してくれて、おかげだと思っておりますので、来年も、ぜひね、いろいろお付き合いいただけたらなと思います、ね。ライブ配信もやりますから、来年もね、来年も、できる限り、ちょっとね、これから繁忙期ですから、レッスン始まっちゃいますので、できる回数は減っちゃうとは思うんですが、こういうふうに、ね、お会いできてね、お話できる機会を、ね、作っていきたいと思いますので、ぜひお付き合いいただけたらなと思います。はい、では最後に今シーズン最後の乾杯しましょうか。よいしょ。さあ、では2017年、本当にありがとうございました。良い年越しを、迎えてください。乾杯。それではまた来年。バイ。